6月16日、金沢市にある谷口義郎、義雄記念金沢建築館で、企画展、アニメ背景美術に描かれた都市の内覧会が開催されました。金沢建築館は、地元出身の建築家、谷口義郎の住居跡地に、息子の谷口義雄氏の設計で2019年に建設された金沢市立の建築ミュージアム。今回の企画展は、アニメ研究者のシュテファン・リー・ケレス氏のキュレーションと、メディア芸術領域のアーカイブ研究者の妙観博子氏の調査で実現した海外の2つの巡回展がベース。異なる作品の背景美術が同時に展示される世界的にも珍しい企画展です。監修は建築史家、東北大学大学院教授の五十嵐太郎氏が務めました。全てをゼロから作り上げるアニメは、背景の都市や建築、室内のディティールまで意図的に描かれ、独自の世界観を構築しているとし、手書きの背景美術などアニメに関する資料の展示に加えて、建築家による未来都市構想も紹介。展示されるのは、アキラ、メトロポリス、鉄コンキンクリート、劇場版機動警察パトレーバー1、2、広角機動隊、聖地に書き込まれた手書きの背景美術、参照された書籍、ロケハン写真、クリエイターへのインタビューなど見どころが満載。マップがパトレーバーの1と2のところには詳細な都市攻略マップというのがありまして、現実の東京に対してですね、非常に緻密な場所を考えてですね、どうやったら東京を攻略できるかっていう作品になっていて、優れて都市批評的な、都市論的な内容になっていて、おそらく実写を含めてもですね、これほど東京の都市構造に肉薄した映画はあまりないと思います。企画展は6月17日から11月19日まで開催予定。建設通信新聞では、今回の企画展を記念し、企画展の監修を務める五十嵐太郎氏と、メトロポリスやイノセンスの美術監督として知られる草森秀一氏の対談を近日中に掲載予定です。ご期待ください。